んとなんと、なんとなんと、休校です。今日はね、今から韓国に行くんです。やばいよ、人生初韓国、人生初海外、やばいよね。このためにパスポートを取りました。更新しに、いや、雨もほぼ1から取った。そうだよね、うん、はい、という感じでね、今日はね、Age20さんとルナの会社の本社に招待をいただいたので、そちらに行きたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。もう初韓国、まあ、韓国を楽しむのもある、うんうん、楽しみに行くよね。そう、本社にも行かせてもらうんだけど、ちゃんとね、もう一泊二日なんですけど、満喫して帰りたいと思います。全力で行ってきます、はい、で今から飛行機に乗って飛び立ちます。はい、楽しんできます。行ってきます。行ってきます。行ってきます。飛行機が見える。え、ほんとだ、ね、機内食楽しみすぎない？それね、どんな感じなんだろうね。ちょっと楽しみ。お腹すいちゃったもん。ね、お腹すいた。あ、後ろにも飛行機見える。うん、軽食が来ました。結構ちゃんとしたの来ましたね。すごい美味しそう。ね、ついていこう。イエーイ、着いた。今から本社さんに向かいます。はい、嬉しい。アミミユチャンネル、ヤホホすごい、めっちゃかわいい。お花の色が天才すぎます。かわいい、嬉しすぎる。ハムミダ、ハムサハムミダ、やっかやっか、みんな一緒。すごいたくさんお土産をもらいました。いただきます。いただきます。めっちゃ美味しい。おいしい。うん、コーヒーめっちゃ果肉入ってる。果肉入ってると思うの。え、なんかすごい楽しみ。何が今から起きるの、ね、もらったお菓子を食べます。いただきます。うん、絶対美味しいよね。匂い美味しいもん。めっちゃ美味しい。これ休憩終わったら次はセミナーみたいななんか受けます。美味しいね。자유브랜드세번발라도부족한데이거는제가하신거랑상태가좀잘해놨어요하고흡수가굉장히빠른걸느끼실수있을거예요지금이왜쯤해주시지흡수가빠른데흡수가빠른데흡수가빠른데이밤안에는굉장히많은수분에센스가함유가되어있고요이밤의파운드안에는굉장히많은수분에센스가함유가되어있고요보여드릴게요뭐니까요미세시타이
물방울이 맺히는 거 보시죠. 바로 두들기 있을까? 자, 이번에는 반대편에도 한번 발라보도록 할게요. 제가 아까 처음 바르라고 했던 존이 어딘지 다들 기억하시죠? 사실 일단 오버해봤어요. V존. 이마 V존から V존부터 이렇게 양을 덜어줄게요. V존から 그리고 조사시켜요. 스티치だけ 使うと ちょっと浮いていることも あるので ちゃんとバニラと混ぜて 使っていただいて 馴染めるように したいと思います。 이 상태로 그대로 1차를 씻어줄게요. 점 같은 거 있죠? 그럴 때 커버하시나요? 이 파운데이션도 教えてもらったコンシーラーを緑とか使ってちょっと赤み消すやつやってみた。確かになんかもう何もない。バーニョ感もあるし潤い感もあって艶感もあるからすっごいいいかも。確かに、すごい。なんかさ、雨と地肌さファンデーションちゃんとやんないじゃん。やり方もわかんないからコントロールカラーとかうまく使ったことないけど、それでもできたからめっちゃ使いやすいのかなと思った。確かに、うん、終わったかな。私終わった。うまくメイクできてるかな。できてると思うよ。いい感じ。このコンシーラーの使い方を学べたのが大きい。ね。 PG20のあ、3回使ったことあったけど、やっぱり潤い感がすごかった。潤いました。仕上げをお願いしに来ました。チークの前にこのハイライトをカラーをちゃんとベースにしていくと、もっとチークの発色が良くなる。お二人も本当に顔ちっちゃいですね。嬉しい。いや、全然。 どっちがお姉さんですか？あ、私です。あ、ありがとうございます。ハイライトチークをやってもらって、いい感じです、とっても。赤からもちょっと華奮してます。さっきのカラーよりもっと華麗に見えません？もっと華やかな感じがしますよ。 今やってもらいました仕上げを。めっちゃ良くない？どう？めっちゃいい感じ。なんかね、チークね、ここにつなげてこうなるんだって。うんね。いいね。いつも鼻の先に塗ってウサギ。鼻の先だったんだ。ここ。でも、アミは多分ここは塗ってないから、ここだけ。多分顔を見ていい感じの似合うやつをやってもらいました。アミはここ塗るのがいいんだった。 でも、雨はね、多分リップ明るい方が似合うんだと思うの。暗いのつけがちなんだけど、リップも色変えてもらった。めちゃくちゃいい感じ。終わったら次に向かいたいと思います。はーい、ホテル行きました。はーい、今日の宿、 食べれたあかん。あるけど、まだまだ今日はの夜です。そうだよ、今日夜は長いから。はい、今からちょっと準備をしてみんなでご飯を食べに行きます。はい、行ってきます。テレビ楽しみ。ちょっとお待たせしちゃったんだけど。もうクッキー、クッキーあるよ。クッキー食べる。うん、分かった。じゃあちょっと超特急で準備をします。はい、おはようございます。おはようございます。 2日目です。はい、準備が終わって今から朝ごはんを食べに行きます。行ってきます。ホテルに戻ってきました。はい、今日はね、オリーブヤングっていう韓国で有名ななんか薬局みたいなところでお買い物をします。はい、でそれの集合場所に取り合わせに戻ってきました。はい、今日もみんなで回るので、まあみんなでって言っても買い物は別々だけど。そうだね。 とりあえず行ってきます。いろいろ見よう。え、そうね。そう、有名なものとか。そうなの。なんかおすすめのものとか気に入っていっぱい買おうかな。行ってきます。オリーブヤングに着きました。めっちゃ大きい。
ごい大きい天ぷらこれ。日本でしか売ってないで、これがあの同じようなそのエッセンス発酵タイプで、これも同じく美容液たっぷり入ってるんですけども、これはラテがあって、だからちょっとしっとりしてて、めっちゃお、わかる、毛穴がカバーされてる、めちゃくちゃいい、これそう、これはペンシルタイプです、ね、固めの、うん、めっちゃ使いやすい。あ、これめっちゃいい。なんかだいたい隠したいとかってポイントじゃない？確かに。1プラス1オリーブ油限定の。大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。1枚のパックも美味しい。1枚のパックってひたひただから良くない？やっぱりね、これめっちゃいいらしくて、うん、買ってみたい。はい、紫が良かったって。あ、なるほど、予想。さあ何にする？この3ついく。はい、夏さ、うん、これからバーベキューとかさ、うん、行った時とかにさ、これさっきおすすめしてもらったんだけどさ、確かに良さそう。新生新生成分日焼けした時にね。そうそうそう、めっちゃ良くないこれ、うん、ちょっと欲しいこれ。君も欲しい。なんか密かに今ちょっと話題のやつらしくて、うん、2個欲しい。みだよね。じゃあ2つずつ買おう。はい、イエーイ、買いました。やってきた。意外といっぱい買っちゃったね。めちゃめちゃ買った。はい、ということで無事に帰ってきました。ただいま。お帰り。ただいま。はい、今日はボロボロなんですけども、そう、寝ちゃったからね。そう、帰りたいと思います。はい、はい、バイバーイ。